5分ロジ横丁。さあ続きましては新しいお店でございます。このようにお店の前にはですね、花がたくさん並んでますね。レインボーハウスさんでございます。どんなお店なんですか？うわ、またここちょっとバーって書いてますか。撤収。続いては今年の11月にオープンしたばかりのお店、レインボーハウスさん。ヒロママとノリママの2人のママがおもてなしをしてくれます。新宿2丁目とはまた違った雰囲気で、どんな人でも気軽に入ることができるアットホームなお店です。ちょっと待ってね、カメラさん、バーよね、ここね、バー。すいません、いらっしゃいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごめんなさい、語尾がおかしい。語尾がおかしい。もうやだ、もう。いらっしゃいませ。なんか嫌な予感がしてる。ちょっと、あと何してるんですか、学会員。なんか新しく開いたというか。はい、あー、すごく、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ここバーですよね。そうですね、バーですね。そしてあのじゃあ、カップルでございます。あ、そんなにカップルなんですか？そうなんですよ、はい、で、ここお店どういう経緯でオープンなさったんですか？そうですね、私の方がもうずっと昔から夢で、はい、やっぱ山梨の同性愛の人だったりとか、はいはいはい、そういうのをもっとこう皆さんに分かってもらって、あの広まっていけたらなっていうコンセプトで、あの夢を叶えさせていただいたって感じですね。お二人、元々山梨の方ですか？私は東京なんですよ。東京で、はい、まあ、地元ですね、うん、なんでお店の名前がこれ、レインボーハウス。レインボー、レインボーは同性愛、はい、まあ、LGBT の、あの象徴の色でして、はい、あとはやっぱいろんな色、まあ、個性を持った人が集まれるような家みたいなお店っていう意味で、レインボーハウスっていう名前にしたいなって。そういうようないろんなことをもう本当にこう超越して、はい、そうですね、楽しく入れるお店、はいはい、そうですね。どういうものが売りなんですか、こちらは？そうですね、まあ、じゃあのカラオケもついてまして、はい、カラオケもついてる。そうです、ここにですね、本日のぴったんこっていうのがあるんですけど、本日のぴったんこ、ルール説明は私から。お客さんからのリクエストで、まずヒロママかノリママのどちらかが歌い、点数を出します。その後お客さんが歌い、出た点数がママたちと同じだとぴったんこ賞としてボトルが1本もらえます。いや、嘘。いや、あまりそうじゃん。せっかくですから歌ってみますか、90点出すのに。ちょっと歌って、90点歌ったらボトルに行くんじゃないですか。そうですそうです、出ればですね。出れば出れば出れば、きこれ90点出せばいいからね、頑張ってください。90点出せよ。さあ、お届けしたジュリアのハートブレイクです。チェックバーズの懐かしのナンバーを学会員が歌います。さあ、張り切ってどうぞ。なんやそれ。キャンドルライトが、歌もそこそこ、点数もぴったんこではなかったので割愛させていただきます。そうです、オーソドックスなドリンクがあって。そうです、どちらかというとお料理関係とかつまみ関係とか、まあ、後ろにあるんですけど、はい、かわいいでしょ。肉じゃがって書いてますよ。はい、そうです。ちょっと待ってください、これはすいません、はい、いいんでしょうか、放送的に。はい、あ、肉じゃが、どこ取れますか。ヒロー、ヒローチッノリチッデリシャスのデリデリクッキング。ノリチッデリシャスのデリデリクッキング2回目完全に今、はい、なんか音が変わってると思います。ピーが出てるかな。まあ、それが知りたい方はすみません、まあ、こちらの方に来ていただいて、ぜひ来ていただいて、 SNS チェックしていただいて。二郎さんのテンションがおかしくなってきたので、早速料理の紹介に行きましょう。料理はのりママの手作り。日によって違うそうで、この日のメニューは肉じゃが。お、これが肉じゃが。そうですね、デリデリクッキングでいつもまあ毎週毎週ちょっと違うんですけど、なんか見た感じがほっこりする、本当に肉じゃがーっていう肉じゃがですよね。
せっかくなんでいただかせてもらいますね。もう肉じゃがよりも僕ね、じゃがいもからいってしまう。ほんわか、ほんわかし、ほんわかしで、いただきます。はい、ほんわかするわ。もうこういうのが体に優しい味が。そうですね、そういうちょっと、ね、お母さんの味的なやつも出していけたらなと思って。いいよね、そういうのがあって、はい、いろんなお話を聞きながら、別にカラオケとかありますけど、歌わなくてもなんかちょっとしたこういうの当たってちょっとだけドリンク飲んで、うん、ちょっと明日へのまた活力みたいなのもあるでしょうし、ね、この横丁の中にもそういうお店、はい、LGBT の方が行きやすいというか、アットホームのお店ってなかったですから、そういうのもいいですよね。本当にそういう意味で言うと、若い方でちょっとね、自分で心の中で一人でこう言えなくて、誰に相談したらいいのか分からなくて、まあ、東京とか都会だったらね、いろんなとこあるのになと思ってたら、ここは来た方がいいですよ ね、 すね。いろんな多分先輩ですから相談乗ってくれるでしょ、多分ね。いろいろ話も聞けるし、相談も乗れるからいいかなって思いますね。真面目な話で終わったら終わっちゃったよ、私話で。ね、ここに長居してしまいそうになるんですけどね、今日はこのグルメ横丁、いろんなお店をね、ちょっと紹介しないといけないので、はい、ちょっと一軒ご紹介いただけないですかね。そうですね、なんかラーメン食べたい ね、 ねラーメン、あ、やっぱ飲んだ後に、飲んだ後にラーメンいいです ね、 ですよね。ラーメンとなると外の目の前の北斗神拳さんっていうお店が、はいはい、北斗神拳さん、はい、ありますね、あるので、ぜひよかったらおすすめでございます。おすすめでございますか。絡みつく味の担々麺が召し上がれます。ちょっと待ってください絡みつかれた後には絡みつかれ…おい今の意味で興奮のじおこちょーイエーイ。